後編です。はい、あやののの質問コーナー後編、あ、中編にしとこうかな、中編。中編、ちょっとすごい長くなりそうだからさ。今度名古屋に行くのでおすすめの場所を教えて、手羽先屋。こんにちは、矢野です。なんやねん、おめえ。あやの質問コーナー始まるよ。じゃあ、あやのの質問コーナー始まるよ、ぶりっこで。2、1、1。あやのの、あやののの、質問コーナー。はじまりじゅん。はじまり、ああこれでええやろ。ハマっているお菓子。おのののののって市川太郎って人が書いてる。なやそれ。ハマってるお菓子か。ラムネ菓子ですね。人は見た目ですか中身ですか、中身の次に、見た目の次に中身です。なので、両方重要です。はい。にっこり笑って、もっと笑って、真顔。あ、これ編集のうちに、にっこり笑って、にゃって笑って、もう、そこボケちゃダメだよ。にっこり笑って。ねえ、この質問。すごいアバンなんですけど、最近ハマってるものって何ですか？食べ物とか、そこ入れちゃダメだろ。ハマってるものだったら何でもええやろ。なあ、そこ食べ物とかとか言うな。食べ物、まあ、肉ですかね。あやののとけんって検索したら、あやののとエイジ出るけん、なんで、わ、きっしょこいつ。で、あやののさんが心の中で思ってます。動画とか同じ服で、服を着ているのはあまりませんが、衣服はどれくらい持ってるんですか？2K、今思っていることを3文字でどうぞ。体制奉還、明らかにあやのティじゃない時ってどんな時ですか？まあそれはしのぎやかにあやのティですね。朝シャンですか、夜シャンですか。まあそうみシャンタンですね。これだけ譲れないっていう自分ルールって何？人を気づけない。芸能人で誰に似てる？誰やこいつ。誰こいつ。あ、トロサーモン久保田。最近悲しかったことは、やっぱ最近悲しかったことはね、あれですね。まあ悲しかったことってなんだよね。あ、ステーキ弁当があんま美味しくなかったこと。どうでもいい嘘ついてみて。ねえ、知ってる？地球の自転がね、釘なんだよ。はい、嘘でーす。急に無になった。急に無になるまで、3、2、1。ということでね、急に無になりましたよ。どのくらいの頻度でパックしてる？3000回。今使ってるシャンプーとコンディショナー。メゾン一国と握り飯2回、どう？ニベアクリーム使ってますか？使ってません。習字習い始めてません。10秒だけ軽し目線お願いします。ポーン。一番得意なものもね、3、2、1、ポーテトー食べるぞー。まあ、昨日二の舞になるからやめよう。空前雑語の質問コーナーやったで。今コラボしたい YouTuber は、知名度のある人、まあ一人ずつですかね。空想委員会について語り散らしていく。そして空想委員会、何それ、まあ、空想委員会って空想の委員会なんですよ。だからもう空想のもの総合的委員会とも言うんすよね。空想的なもの総合委員会なんですよ。とにかく空想だから、ユニコーンとかペガシスとか火の鳥とか UFO とか
イエティとか、まあ、それも空想委員会だけど、それが現実になった瞬間、議題としてなくなるっていうのが空想委員会ですね。まあ、正しくは総合的空想委員会なんですけどね。質問タイム始まるよ、テノール。質問タイム始まるよ。ズバリ彼氏はヒカキン。トイレットペーパーはシングルですか、ダブルですか、フォースです、歯ブラシのブラシは柔らかい派ですか、とでもか。お前さっきからこの質問しすぎなんだよ。質問一人一回までだよと言いつつ全部読んじゃう、歯ブラシは柔らかい派です、朝はご飯、お前同じ質問2回すな。あ、これ恋愛系のは俺できません。愛知県に来る機会ってないです。ないです。あやの整形するならどこしたいですか。整形するならね、まずここをね、ここブインって、ここブンブンってやって、ここブンってって、ここブンってって、こなんかここら辺もブンブンってやったらやりたーい。脂肪吸引ですかね。なんでそんなにかわいいの。ノー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 、なんでそんなにかわいいな。ありがとう、マジありがとう。間違ったるぞ、こんなことしてると。おすすめの曲はザ・ハイローズのナンバーワン。今ドラマ何見てる。あなたたちの無残な時間を無駄にしているツイートの人生のドラマを見ておりますの。おーボンボン。質問じゃないけどブリックしてみて。じゃあ質問じゃないならダメですね。全力でブリックしてくだい。なんだ、さっきから同じ、同じ名前やな、これ。いつも元気な秘訣、赤子の生き血を飲むこと。プロレス見たことありますか。ああ、まあ見たことありますけど、その、どういうこと、プロレス見たことありますかって言われると難しいんですね。何を見たことあるかっていうのが、やっぱその主語がない、君には。君は主語がない。だからプロレスの、何のプロレスなの。プロレスは見たことあるけど、その現地に行ってプロレスを見たことあるのか、それともテレビの前でプロレスを見たことあるのか、プロレスという文字を見たことあるのか、この3つだと思います。でもあなたが持ってるのは現地に行ってプロレスを見たことありますかってことだと思うんだよ。でも俺は分からないんだ。プロレス見たことありますかよく分かんないし、まずプロレスっていうのも現地で見に行くの、テレビで見るの、本で見るのとかいろいろあるじゃん。YouTube で見るのとかもいろいろあるわけよ。もしかしてプロレスって文字見たことありますかっていう風にも捉えられちゃうわけよ。それってすごい日本語の難しいところで、やっぱりプロレス見たことありますかって言われてるの何のが重要なんですよ。いや、そういうとこね、しっかりやればいい質問に、エクセバディ質問になります。今高校生2年生なんですけど、ニキビとか肌荒れがひどくてないんですよ。あのちゃんどうしたらさす。なんかね、あれですよ、ヤスリで削ってください。いつになったら YouTube やるんですか。産経、嘘です。やめないですね。はい。やめないです、僕は。死んでもやめません。この世から生き物とか、とにかく全ての存在、YouTube の存在がなくなったとしても、僕は YouTube やり続けます。ぶっちゃけ彼氏いますか。ヒカキンさんです。あ、もうなんか同じ質問も読まねえや。あやのちゃんの勉強法とか知りたいです。まあ、勉強法はね、簡単ですよ。ね、塾行って先生の話を聞かない。これが一番ね、効率的にね、いい時間です。のの見つけたら声かけてもいい。ダメです。肉、魚はどっちですか？魚種の肉。こんにちは、あやのです。ブリッコで愛する。ブリッコ多いの！ブリッコ多いの！さっきから。ブリッコで、ブリッコで、ブリッコで、何じゃもよ、俺！寝る前の日課は、寝る前の日課、アニメ見ることですね、アベマで。のののののだけ質問してきやがった、こいつ。とうとう頭のネジ外れやがった。最近よく聞く曲、さっきも聞いたの、でもおすすめじゃないからね、最近よく聞く曲は、ザ・ハイローズのナンバーワン。初心者でもできそうなヘアアレンジ教えてください。できました。来年の4月から大学生になれる、なれる予定なんだ。なる予定じゃないんだ。なれる予定でね、それ。なる予定じゃねえのか。なれる予定でね、それ。なる予定やろ。なんだけど、おすすめのパソコンとかあったら欲しい、教えてほしい。Mac だよ。YouTuber のモノマネやってください。YouTuber のモノマネ、3、2、1、ポテトダブルズわっ
ということで、中編終了でござんす。ビザンツ帝国。